試合連続マルチエンゼルス7-3、レイズ、日時間16日セントピーターズバーグエンゼルスのアンソニー・レンドン内野手は15日、日時間16日、敵地でのレイズ戦に1番、指名打者で出場。今季2度目となる1試合3安打をマークし、これで4試合連続のマルチ安打となった。ファンたちは開幕時からの変貌に驚きを隠せないようだ。レンドンはシーズン開幕後は21打席連続ノーヒットだったが、そこから復調。直近6試合に絞れば打率は.480と絶好調だ。この日チームは7回まで無得点も8回1死からレンドンが安打で出塁し、続くマイク・トラウト外野手が2ランを放って逆転。その後も打線がつながり、8回に5点、9回に2点を奪って勝利した。チームは2位をキープしており、首位のレンジャーズを 0.5 差で追っている。不振の際は、レンドンの1番起用に懐疑的な声も多かったが、今となっては、ファンも輝き取り戻してる。ついに復活か、レンドンはどうした、打率上がってきてるやん、大谷がいる時にやってよ、エンゼルスの上位打線が機能してる、トラウトが元気で、レンドンが打てば強いんだなぁ、ワシントンの英雄が帰ってきたか。彼は、開幕から21打数ノーヒットだったと打棒を称賛した。2019年オフに7年総額2億4500万ドル、約378億円でエンゼルスに加入。日の X、旧、ツイッターでも、レンドンが入りするなど、大谷が、昨季までプレイしていたこともあって、エンゼルスの動向に注目するファンが多いようだ。フルカウント編集部。